タチャハオ、こんにちは、シャンメです。本日もマージマンションやっていきたいと思います。ちょっと今違うこと言おうとして無理やり戻したけど、さて灯台ですが、壊れた、これちょっと未だにちゃんと調べてないけど、橋柱で合ってる、橋柱、いや橋柱、橋柱かな、壊れた橋柱を撤去する。青箱ゲットですね。次は、あーちょろそうだな、いけるぞい、多分。そう、今日無限使おうかと思ってたんだけどさ、ちょっと地下というか身受け取り整理してたら、100エネルギーがいっぱいできてしまったから、ちょっと今日ね無限じゃなくて100エネルギー使っていこうかな。待ってよ、なんだっけ、バールと、あれバールでよかったっけ、すぐ記憶を失うバールと木材最大だったかな、だね、バールは1本でよし、よしよし、うん、ネジはまだ今んとこ大丈夫かな。いや一個空きがある、とりあえず、バールって結構油断してると意外とかかるんだよね。うん、順調順調。バールができてしまったが、ハンマーが残った。待ってよ。これはまあ売るか。バールと、材木レベル最大。あ、そっか。あんまり体力ない状態で始めてしまった。あ、でも50秒だし、ちょっと一回待つか。一旦ね。でもレベルの方はですね、まだちょっと今日は上がりそうにないかな。明日とかかな。明日、明後日ぐらいかな。いや、でも、40秒喋ること。あ、そういえば最近ですね、私ですね、サンリオさんですと、ポムポムプリン、くんがいっちゃん好きなんですけども、ちょっと最近ですね、あれこの子も可愛いんじゃないかと、この子も非常にキュートなんじゃないかと、ちょっと気づいてしまったキャラがおりまして、タキシードサムくんっていうんですけども、あれこの子可愛くねって、ちなみにポンポンプリンくんよりサムくんの方がですね、多分歴史古いのかな歴史は古いはず。最近気づいてしまった。いや、でもイラストとか見てもあんまり自分のこの近世に響かなかったんだけど、こうなんかね、ぬいぐるみの方を見てたら、なんかぬいぐるみめちゃくちゃ可愛くないと思って、立体になった瞬間にね、なんか自分の中での感覚が違う、変わってしまった。いや、まあ可愛いキャラだとは思っとったけど、別にそんなグッズ欲しいとか全く思ってなかったんだけど、あれぬいぐるみすごい可愛いと思って。いや、でもあのぬいぐるみの造形師が上手な可能性があるな。なんかフィギュアとかでも、造形師めちゃめちゃうまいってパターンあるからさ、
フィギュアとかでもね、そんなに知らないキャラでも急に欲しくなることはある。さあ、手すりと胸柱を新調すると。はい。まだ向こう側に渡れない。ノコギリか。もう、ノコギリは明日だ。ちょっとこれだけね、ちょうどいい状態にしたいんで、ちょうどいい状態に、ちょうどいい状態になるように祈ってくれ。みんなの祈りを、心一つに。ダメだ。ちょうどいい状態にこれ。あのね、最近本当にちょうどよくならない。で、結果この園芸用フォークをですね、捨てる羽目になることがね、多いんだよな。お、いや、まだだ。まだだ。ぴったりにならないのか。ならないのか。まあね。ぴったりにならんのだよね。もしどうにかならんか？これ。ちょっと待ってよ。どうにか。どうにかならんか、これ。ダメだ。この、計算されたようにこれがいつも最近本当に端数で残る。まあ、とりあえずここまでにしとくか。どうせ今日は、ノコギリまではいけまい。というわけで、ユリスさんの方を回収しまして、もうちょいで38とかいけるかな。意外と45までかかるね。あと10日。じゃあ、あとは、イベントの方行きますか。いろいろやりかけてるね。ちょっと待ってよ。まずこれから行くか。多分出してないはず。2、3、4、5、6、7、8、9。ちょっと待ってよ。で、1、2、3、4、4。4、5、6、7、8、9。で、合体。まあこんなもんで、こんなもんで許しといてやる。そして、あれ急に？や、これで必要なものは揃ったか？ちょっと待ってよ。で、これで浮き輪系は大丈夫。問題は、この割れた T スタンド。T スタンドからミラーボールができる件については、非常に、不思議さを感じますけれども。いや、技術力の賜物なんだな、きっと。で、とりあえず、今日2シート目をね、2シート目終わらせるよ。3シート目を見たい。一体3シート目には一体何が。
これでさ、1シート目2シート目は結構まあまあ比較的優しいタスクでござったが、ござったが、1個収めるか。イベントコインもゲット。で、あと2個ね。2個、まあまあ、かかるよ。お、壊れた。これのまだ上だ。あーっと。危ない。最近真ん中辺でタップ連打してるとさ、この5ダイヤとか、まあ、5ダイヤ、10ダイヤ、20ダイヤ使いますってのをね、やってしまう。そんな瞬間がね、よくある。あ、これはもうこれで OK か。じゃあ、あとは割れたこのティースタンド2つと、このマカロンセット的な だけど先にティースタンド作りたいからな。ちょっとあと15秒お待ちあれ。いやー、でもそれにしてもだ。いや、今日3シート目に入れないとつらい。いや、でもちょうどね、ちょうどっていうか、地下を整理したときに、いっぱいね、体力もらったんで、これを今日は消費していくよ。これで、3シート目何が来るかな？ちょっともう頑張ってもできんようなやつが、どっさり来たら、おーんってなってると思うけど。おーん。まずこれ、であと1個、順調順調。でもあと1個か。あ、バカバカ壊れていく。ちょ、もう1個ぐらい出しとくか。1、2、3、4と。で、1、2、3、4。合体するか。で、1、2、3、4、5、6、7、8、9と。これね、簡単にさ、エネルギーがゴリゴリと減っていく。あんまり効率的なやり方じゃないね。2、3、4。で、1、2、3、4と。これで、割れたティースタンドは OK だが、1、2、3、4、5、6、7、8、9と。あったい。よし、これでまず2つ。もう一個ぐらい出したい。1、2、3、4。これで良いのでは。完成しますよ。
割れたティースタンドと、このなんだろう、おやつセット。 おやつセットじゃないね、なんて言うんだっけこれ。さあ、これで西止め完了ですわ。うん、ポッドキャスト機材ありがたい。そして3シート目は一体、あ、でもそんなにものすごいやつばっかりじゃないね。ミラーボールがちょっと2つきついけど、あ、これミラーボール何タップか確認してからの方がいいな。まあ、とりあえずミラーボール今何タップしちゃったか分かんないから、開始。まずこれを収めるか。ちょっともったいなー。もったいない。いや、待って、これ。いや、でもポッドキャスト機材もらえないのか。いや、でもやっぱこの300イベントコイン、これは美味しいので、やっぱりクリアする必要あるな。いや、この辺収めちゃうか。5か、レベル5か。いや、まあまあ、言うてケーキは3つだけだもんね。いや、でもこれ2日ぐらいかかるぞ、これ多分。2日か、下手するとギリまでかかるかも。それくらいのものだよ、これは。まず、カバン4つ、花冠みたいなの3つ。で、ウルスラの青春時代はそれだけか。じゃあ、まず、それからいくかな。一回ね、このミラーボールは壊しちゃいます。何タップしたかわかんないからね。で、どうすっかな。とりあえずカバンを4つ作ろう。これが完成、これの1個前だったんだけどな。じゃあまずミラーボールですな。1234。56789と。次、1234と。ミラーボール これ収めたいけど ミラーボール よいしょ。1234567891。なんかもう体力あんまない。あれ？ なぜだ？いや、なぜだも何もないな。そういうもんだよな、きっと。まずはミラーボールを。いや、これ終わるか？まずミラーボールが何個いる？このフラミンゴフロート2個と、レベル3の水上ベッド2個。あ、でもね、ベッドに関しては、ベッドじゃない、浮き輪系に関してはシート2よりは楽かな。
ただバックがいるんだ。そのためには、これ収めちゃっていいかな。それでまあちょっとそっと一個、まずそっと一個収める。で、回復じゃーい。スキップ。まあとりあえずできるとこまで今日はやりたい。いや、とはいえこのシートのどこまで埋まるかっていう、この時間でどこまで埋まるか、大して埋まらないんじゃないか。なぜならまずミラーボールを作ろうとしているから。あ、まだだったよ。タップしてしまった。このティーセット系すごいチャーミングだな。欲しいな。紅茶飲むかって言ったらあんまり飲まんけど。これ何タップできるっけな。とりあえず10タップしといていい。とりあえず。2、3、4、5。今5ね。5ね。6、7、8、9、10。現在10です。何タップできるか覚えてないんだよな。とりあえずカバンを収めていきますか。パイの箱も1個ぐらいいいかな。多分大丈夫だと思うんだけど。もうちょっと様子見るかな。 ミラーボールもう一個作るか。とりあえず10タップしたけど、ちょっと調べとくね。何タップまでだったか。これはあれだぞ。結構情報戦だぞ。情報のなきものは死っていうね。まあでも何事もそうか。いやでもやっぱりその頭を空っぽにしてやりたい瞬間もある。もう一個ぐらい収めてもいいかな。ちょっとね、猶予ができると収めていいかなってなる。ケーキは大丈夫そう。だが、1個ぐらい収めても大丈夫かな。パイの4つね。ちょっとまだ心配だから置いてある。あ、でもこれ飾り棚をそろそろ。1234と。で、1234と。硬い。先に
先にゴチゴチするか。1234とスキップ。でこいつ1234合体。そしたらばどっちからでもいいや。これから1234567891、あーっという間に体力えぐれていく。あのね、できれば無限はね、どこで使いたいかっていうと、これが終わってから C と3が終わってからかな。 C と3が終わってもうすごい勢いでポッドキャスト機材をだけを作りたい、その瞬間に使いたい。ケーキいっぱいタップしてっていう気持ち。1234567889あたい。よし。でまたケーキを1個収める。パイももう1個収めていいかな、いい気がするな。もう1くらい収めちゃうか。これでも3分の1ないか。まだミラーボールが何タップだったのか我の記憶にはもうないのだが、もうというか最初から入れてない。1,2,3,4,5 待ってよ、今4だよね。4回復してこよう。5,6,7,8,9,10と、とりあえず両方10タップしましたんで、ちょっと後でね、後で考えよう。これからどうするのか。もうちょいいける？何タップできたかな？とりあえず、まず我はカバンを作るのじゃ。で、カバンを作るにあたって2,3,4,5,6,7,8,9カバンを作るにあたってだ、ついでに副産物がねいろいろできるわけ でこの副産物は普通にこうね収めていけばウィンウィンですね。1,2,3,4と、うん、で1,2,3,4と、合体。2,3,4,5,6,7,8,9これで合体。スキップの ふむ、ちょっと待って、いろんなものがごちゃっと、もうちょいタップするか、いろんなものを。ミラーボールもう一丁一丁、パイは箱はもう一個収めるか。ちょっとゆとりが来たら、ゆとりができたら収める。
ケーキももういい気がするが、まあ、これ人間安全圏をね、走っていきたい、そんな気持ち。なんかあった時にね、リカバリーできる状態にしておく。これはね、もう、世の基本ですよね。ドヤ顔でこんなこと言っとるけど、できてないけど なる可能な範囲で、リカバリーできる状態にしておく。なんかあった時。おかしい。今日もう500体力ぐらい使ってると思うんだけど。あれ、回復玉って3つか4つあったよね。あ、でもあれか。最初に20体力ぐらいしかなかったから、そんなでもないか。で、こっからも10タップします。1、2、3、4、5、6、6。ちょっと待ってよ。今6ね。6。6、7、8、9、10。ここで止める。あー、160か。いや、でもな、そんなポンポン、ダイヤ使うわけにはいかん。まだこれを収めて、もう一個か。で、カバンも収め。え、なんか割と進んでない？ 割といい感じでは。あとはまあ、そうだな。ケーキ収めてもいい気がする。パイ箱も。いやー、どうかな。もうちょっと作るか。ちょっと裏でちゃんとミラーボールのタップ数を調べてきて、で、ギリまでタップして収めます。あと1タップとか、まあ2タップぐらいの、もう絞るだけ絞り出しといてからの納品。これでしょ。こんな半端なタップ数でミラーボールを収めるのは愚行。間違えた タップするとこ間違えてます。とはいえ、体力がもう、ない。もうちょいいけるかと思ったけど、あと1回復するほどかなっつうと、ちょっと違うかな。ケーキはもう大丈夫じゃろ。収める。ピザ箱もいいかな。多分、大丈夫かな。すぐ、本当はね、本当はできたらすぐ収めたい気持ちで溢れてるんだけど。なんか収めちゃうと、なんか、全然出なくなる嫌な予感がする。いや、大丈夫だよな。いいよな。で、あとは、この辺か。でも、半分までいったからね。で、あと、カバンと、いや、でも、この、フラミンゴフロートがちょっとかかるかもしれん。でも、とりあえずね、全然、ケーキの準備はされてるんで、いけそうだな。じゃあ、今日はどうしようか。もうちょっとこれタップしたら 終わっとくかな。というわけで、とりあえず体力まあまあ使ったかな。300
320とか420とかそんなもんじゃない？だけど今回はここまでにしたいかなと思います。ご覧いただきありがとうございました。あ、そうだ。ごめん、まだ。まだ。受け取ってなかった。見えなくなるとすぐ忘れる。この、回収。そして、デコレーションだが、この、入り口の。これをね、あげます。回収。どうじゃ。あ、会話がある。じゃあ、プールパーティーを始めよう。みんな、楽しんでくれ。私のハンク坊やの仕事ぶりは素晴らしいと思わない？マディ？ハンク坊や。いえ、ハンクを手伝った私のことも忘れないでください。君の技術も大したものだよ、マディ。改装の仕事を本格的に請け負ってみたらどうだい？マディすごいよね。ほぼほぼこの家の改装マディだよ。私、実は。え、なんだろう。あら、でも、あなたほどの才能を持つ人がいるとは思えないわ。否定できないな。僕の場合、生き方そのものが芸術作品だからね。あ、My life is art. 生き方の話なんてしてないんだけど。なるほど。で、お宝。そして、体力。ちょい、多分今のシート頑張れば、多分レベル33ぐらいまではいける感じかな。で、あと1タスク、上のタスクをクリアしたら、まあ、ギリ35ってところか。多分それ以上はもう難しいかな。ね、この、なんだ、コンデンサーマイクみたいなやつ。これがギリかな。これアイテム出したら邪魔なんだよな。無限どこに置いとくって話だしね。あ、これ邪魔だな。無限も出したいけど、どこに置く？さっき受け取った赤い体力どこに置く？置き場がないんだよね。まあ、ケーキを片付ければいいんだけどね。いや、これちょっと後日考えよう。まあでも今日はこんなとこか。じゃあ、明日おそらく、多分いけると思う。明日おそらくこのシート3はクリアして、まあメインのイベントの方に集中させてもらおうかな、と思います。よし、ではご覧いただきありがとうございました。また次回配信でお会いしましょう。失礼します。